ガンユータ初の単独 CM 出演。タクトホームで見せる新たな魅力とは、岸ユータが分譲住宅メーカー CM に挑戦。ファン必見の最新映像公開。岸ユータが分譲住宅メーカーの CM に単独で出演するという話題が、ファンの間で大きな関心を集めています。昨年10月15日からダンスボーカルグループ、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして活動している岸さんは、平野翔さん。 ユータさんとともに、マクドナルドのハワイアンバーガーズの CM キャラクターも務めています。しかし、個別の CM 出演は彼にとって初めての大きな挑戦であり、ファンにとっても非常にエキサイティングなニュースです。この話題の発端は、分譲住宅メーカー、タクトホームの公式 X、旧ツイッターアカウントからの投稿です。上司にガーリックシュリンプの写真が欲しいと言われたけど、 何に使うんだろう、オメガ、どなたか、ハッシュタグタクトホーム×ハッシュタグガーリックシュリンプにまつわることで想像できることないですか。CM、とだけ言って上司が去っていったので、CM 見てこようと思います。この投稿が、ファンの間で、岸くんが CM 出演するのではないか、という憶測を呼びました。さらに、タクトホーム公式 X がファンからの、岸くんが CM 出演するのではないか。 とという返返信に対しして前向きな返答をしたことでこでの憶測岸さんがガーリックシュリンプを担当することになった背景にはマクドナルドのハワイアンバーガーズの CM が関係しています。この CM ではチーズロコモコを平野さん、ガーリックシュリンプを岸さん、ざく切りポテトビーフを神宮寺さんがそれぞれ担当しています。ファンはこの事実を踏まえ、 岸さんが単独でタクトホームの CM に出演する可能性が高いと考えています。しかし、岸さんがこのような大きなチャンスを得るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。ナンバーアンダーラインアイの中で、彼は最も CM 出演の機会が少ないメンバーでしたが、常に明るく前向きな姿勢で活動を続けてきました。音楽に対する情熱とファンへの感謝の気持ちは、彼を支え続ける大きな原動力となっています。 ファンもまた、彼の努力と成長を見守り続け、今回の CM 出演が決定すれば、彼にとってもファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。タクトホームの公式 X が、騎士ん公文とも言われる、簡単符を多用した投稿を行ったことも、ファンの期待を膨らませる要因となっています。このような細かい配慮や遊び心は、ファンとのコミュニケーションを深め、ブランドへの親近感を高める効果があります。 CM 出演が実現すれば、岸さんの個性や魅力を存分に発揮できる場となるでしょう。岸さんのこれまでの活動を振り返ると、彼の努力と成長がいかに多くの人々に影響を与えてきたかがよくわかります。彼の音楽に対する真摯な姿勢や、ステージ上でのパフォーマンスは、多くのファンに感動と勇気を与えてきました。今回の CM 出演は、彼の新たな一歩を示すものであり、 今後ののささらなるる飛躍を期待させるものですファンは、岸さんの CM 出演が正式に発表される日を心待ちにしています。そして、その日が来れば、SNS 上では歓喜の声があふれることでしょう。岸さん自身も、この大きなチャンスを前にして、新たな挑戦に向けた意気込みを感じていることでしょう。彼のファンに対する感謝の気持ちや、音楽に対する情熱は、 これからも変わることなく続いていくはずです。岸さんの成功は、彼自身の努力と才能の賜物ですが、ファンの支えがあってこそ成り立っています。ファンは彼の成長を見守り、応援し続けることで、共に歩んできました。これからも、岸さんとファンが一体となって、新たなステージに向かって進んでいくことでしょう。岸優太が分譲住宅メーカーの CM に単独で出演するという話題が、 ファンの間で大きな関心を集めています。昨年10月15日からダンスボーカルグループ、ナンバーアンダーライン愛のメンバーとして活動している岸さんは、平野翔さん、神宮寺雄太さんとともに、マクドナルドのハワイアンバーガーズの CM キャラクターも務めています。しかし、個別の CM 出演は彼にとって初めての大きな挑戦であり、ファンにとっても非常にエキサイティングなニュースです。この話題の発端は、 分譲住宅メーカー、タクトホームの公式 X、旧ツイッターアカウントからの投稿です。上司にガーリックシュリンプの写真が欲しいと言われたけど、何に使うんだろう、オメガ、どなたか、ハッシュタグタクトホームかけるハッシュタグガーリックシュリンプにまつわることで想像できることないですか ?CM、とだけ言って上司が去っていったので、CM 見てこようと思います。この投稿が、ファンの間で、 キシ君が CM 出演するのではないかという憶測を呼びました。さらに、タクトホーム公式 X がファンからのキシ君が CM 出演するのではないかという返信に対して前向きな返答をしたことで、この憶測はさらに強まりました。キシさんがガーリックシュリンプを担当することになった背景には、マクドナルドのハワイアンバーガーズの CM が関係しています。この CM では、チーズロコモコを平野さん、 ガーリックシュリンプを岸さん、ザクギリポテトビーフを神宮寺さんがそれぞれ担当しています。ファンはこの事実を踏まえ、岸さんが単独でタクトホームの CM に出演する可能性が高いと考えています。しかし、岸さんがこのような大きなチャンスを得るまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。ナンバーアンダーラインアイの中で、彼は最も CM 出演の機会が少ないメンバーでしたが、 常に明るく前向きな姿勢で活動を続けてきました。音楽に対する情熱とファンへの感謝の気持ちは、彼を支え続ける大きな原動力となっています。ファンもまた、彼の努力と成長を見守り続け、今回の CM 出演が決定すれば、彼にとってもファンにとっても大きな喜びとなるでしょう。タクトホームの公式 X が、岸君公文とも言われる、簡単譜を多用した投稿を行ったことも、 ファンの期待を膨らまませる要因となっていますこのような細かい配慮や遊び心は、ファンとのコミュニケーションを深め、ブランドへの親近感を高める効果があります。CM 出演が実現すれば、岸さんの個性や魅力を存分に発揮できる場となるでしょう。岸さんのこれまでの活動を振り返ると、彼の努力と成長がいかに多くの人々に影響を与えてきたかがよくわかります。彼の音楽に対する真摯な姿勢や、 ステージ上でのパフォーマンスは多くのファンに感動と勇気を与えてきました。今回の CM 出演は彼の新たな一歩を示すものであり、今後のさらなる飛躍を期待させるものです。ファンは、岸さんの CM 出演が正式に発表される日を心待ちにしています。そして、その日が来れば、SNS 上では歓喜の声が溢れることでしょう。岸さん自身も、この大きなチャンスを前にして、 新たな挑戦に向けた意気込みを感じていることでしょう。彼のファンに対する感謝の気持ちや、音楽に対する情熱は、これからも変わることなく続いていくはずです。岸さんの成功は、彼自身の努力と才能の賜物ですが、ファンの支えがあってこそ成り立っています。ファンは彼の成長を見守り、応援し続けることで、共に歩んできました。これからも、岸さんとファンが一体となって、 新たなステージに向かって進んででいくことでしょう。岸さんが新しい CM 出演を果たすことで、彼のキャリアに新たな風が吹き込まれることは間違いありません。彼の明るい笑顔と誠実な人柄は、多くの人々に愛され、支持されてきました。特に、彼のファンは彼の成功を自分のことのように喜び、共に喜びを分かち合います。ファンの支えがあるからこそ、 岸さんはさらなる高みを目指して努力し続けることができるのです。これまでの岸さんの活動を振り返ると、その歩みは決して平坦ではありませんでした。彼は常に挑戦を続け、困難を乗り越えてきました。ステージ上でのパフォーマンスはもちろん、音楽制作に対する真摯な姿勢は、多くの人々に感動を与え、インスピレーションを与えてきました。今回の CM 出演も、 彼の努力と情熱が実を結んだ成果の一つです。タクトホームの CM に出演することが決まれば、岸さんにとって大きなステップアップとなります。この CM がどのような内容になるのか、どのように彼の魅力を引き出すのか、多くのファンが期待を寄せています。彼の明るい笑顔や、親しみやすいキャラクターは、多くの視聴者に共感を呼び起こし、ブランドのイメージアップに大いに貢献することでしょう。また、 この CM 出演は、岸さん自身にとっても新たな挑戦となります。彼はこれまでにも多くの CM に出演してきましたが、今回は単独での出演ということで、プレッシャーも大きいことでしょう。しかし、そのプレッシャーを乗り越え、最高のパフォーマンスを見せることができれば、彼のキャリアにとって大きなプラスとなることは間違いありません。岸さんがこれまでに築いてきたファンとの絆は非常に強く。 その絆が彼を支え続けています。ファンは彼の成功を心から願い、応援しています。彼の音楽やパフォーマンスに対する情熱は、多くの人々に感動を与え、勇気を与え続けています。今回の CM 出演も、その一環として、彼の成長を示すものとなるでしょう。CM 出演が正式に発表されれば、SNS 上では多くの祝福のメッセージが寄せられることでしょう。 ファン同士で喜びを分かち合い、岸さんの新たな一歩を共に祝うことができるのは、彼にとっても大きな励みとなるはずです。彼のファンに対する感謝の気持ちや、音楽に対する情熱は、これからも変わることなく続いていくはずです。